第八軍団アウグスタ小族、ガイウス・アクイ・リウス・プロクルスの持ち物であることを示す。メダリオン、内名編にある、ファルクホフ博物館収蔵・アクイ・リウス氏族は、古代ローマにおける氏族であり、パトリキ系、プレブス系の双方が存在する。その歴史は大変古く、タルクイ・ニウス・スペルブス王を福井させるクワダテに、加わった貴族のうちにもその名は見られ、ブルトゥスに処刑されている。 紀元前487年に、氏族から初の執政官、ガイウス・アクイ・リウス・トゥスクスを出した。アクイ・リウスもしくは、アクイリウスという氏族名は、おそらくラテン語の和紙から来ていると思われる。コインや碑文には、大体の場合、アクイ・リウスと刻まれているが、文書には通常、アクイリウスと記された。最も古い氏族は、家族名トゥスクスで、この名前から、 エトルリア出身であった可能性はあるが、出身に関わらずトゥスクスを名乗る場合もある。ためさだかではない。ただし、複数の旧エトルリア都市遺跡から3つ出土したワインピッチャーにアバルアッコビルナーズの名があったことから、この氏族はエトルリア出身とする説もある。アックイ・リウス氏族で最も古くから使われていた、個人名はガイウス、ルキウス、マルクスで、この3つは、 ローマの歴史を通じて最も多い名前である。しかしながら、共和制時代末期に交流した家系の一つには、あまり多くないマーニウスを名乗る者もいた。共和制下で見られる種族には、コルウス、クラッスス、フロルス、ガルス、トゥスクスがある。トゥスクス家は最も古い家系で、エトルリア人を指すイトラスカスを縮めた者から来ており、間違いなく、パトリキである。コルウス家の名は、 カラスから来ており、バレリウス氏族によく見られる。フロルス家の名が初めて現れるのは第一次ポエに戦争中ではあるが、四世紀から存在しており、少なくともアウグストゥスの時代までは栄えた。ガルス家の語源にはオンドリア・ガリア人など小説ある。クラスス家は多くの氏族で見られ、分厚い、鈍い、単純、荒いといった意味から来ている。 紀元前101年の失政官、マニウスワックイ・リウスが刻まれたデナリウス銀貨、紀元前65年に、貨幣中造三人委員のマニウスワックイ・リウスによって、鋳造された、この記事には現在パブリックドメインである次の出版物からのテキストが含まれている、スミス、ウィリアム、エド、ディクショナリー・オブ・グリーク・アンド・ロマン・バイオグラフィーアンドミソロジー、タイトルイコールは必須です。 ウィキメディアコモンズには、アクイ・リウス氏族に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。